はいどうも、ふわもこチャンネルです。みんなバンティーラッシュやってるかい？朝から晩までやってるかい？っていうことでですね、はい、フラノスケさんですね。フラノスケさんを使ってねやっていきます。裏にはね、白ひろひげですね。白ひげがね控えてるんですけど、最近ね、フラノスケ、最近というか昔から好きなんですけど、好きなキャラクターの一人ですね。はい、でも現環境ね、ちょっときついのかなって感じがねしますね。こんな感じでイチコロでねやられてしまいました。でも大丈夫です。白ひげがね出てこればばっかりできるんでね、はい、見せてくださいね、今日の白ひげの活躍を。いつもね白ひげの活躍をね期待してくれているそこのあなた、感謝ということでね、今回も活躍していきたいと思います。まずはね、敵の一陣でね、旗をマックスで貯めていきたいと思いますけどもね、はい、白ひげが2人来てくれてますけど、このエースヤマトの火力がね、高すぎて、もう一人の白ひげは、やられてしまいましたね。はい、失敗しましたーって言ってますね。でも、大丈夫です。もう一人いるんでね。はい、ヤマトもね、2人いましたよね、さっきね。うん、ヤマト2人いてもねグラグラ入るんで怖くないんですよ。状態異常無効キャラとかね、状態異常短縮キャラ以外はね白ひげの敵ではないので、はい、こんな感じで余裕です。もう一人の、あ、潰しましたね。ニカルフィが潰してくれましたね。もう一人のエースの方をね潰しましたね。はい、兄貴をね潰しましたね。ありのごとくプチッとね、うん、いいですね。これが兄弟喧嘩ですね。はい、なのでそのままシーハタをね守りに行きたいと思います。味方がね取ってくれてるんでシーハタマックスでね貯めます。でも敵の一陣はね取られてるんですけど、あれはもう仕方ないですね。でペロスペロもね最近ちょっと増えてるんですけど怖くないですね。一番怖いのはこの人、クロロジャーでもね、クロロジャーのね対策の方法を知ってれば全然怖くないんですよ。基本的にね、ほら敵陣、あ、自分のねロジャーからしたら自分の陣地になると弱いんですよね。なので旗をねギリギリのところで抜かないで、ここでねほら走ってくるじゃないですか、ロジャーが。そのロジャーをねグラグラにしてねひたすらボコすっていうね、このやり方でね最近勝ち誇ってますね。白ひげがもう相手怒りまくってますね。かわいそうですね。はい、って感じでね、ありがとうロジャー、ありがとうっていうことで最後抜いてあげます。でこのシーハタをねマックスで貯めていけばね勝ち確なんですけれども、はい、ローですね。キッド&ローのローもね全然怖くないですね。こんな感じで今日も勝ってしまいました。どうでしたか？一番さんめっちゃ怒ってますね。楽しいですね。ということでね、感謝、ではまた、バイ。